おめっちゃいいとま。おめっちゃいいとま。これ高校2年生。うん、めっちゃいい投げ方。言うことないぐらいめちゃくちゃいいんだよね、本当に。ボールもなかなか見えないし、ストレートの角度もいいし、変化球の角度もいいし。あ、じゃあ交代で。よしよし。よしよし。これでね、ここ2年生だもんね。そういったところではもうこのまま成長していったら本当にいい投手になりそう。もう、もう、めっちゃいい。スライダーの時合わせて回ろうとするから、まっすぐみたいに前に前にっていう。オッケー。今の今のす。オッケー。みんなストレートはね、いい球投げるんだけどね。変化球がまだまだな選手多いから、ここからいろんなことを学んでいけば。おー、ごペッチ。36人のメンバーから、ね、最後外れたけど、36人には入ってんだもんね。おー、ごペッチ。台湾もレベル高いよね、そう考えると。いや、言うことないぐらいめっちゃいいっす。変化球が緩むんで、最後みたいにまっすぐ投げるの同じように投げていけば、キレも全然違うん で、その中でどっから曲げたらストライク取れるか、どっから曲げたらストライクからボールになるかは練習で投げていけば投げ分けできると思うんで。あと何かありますかっていう。予想も多いんで。那什么什么样的变化？就是slide。怎么样调整？怎么去？就是怎么抓那个球点？就是在那里放球会变。遊びでいろんな握り方とか、いろんなことやって自分に合うものを遊びの中で探していくっていう。あとはもう今なんか YouTube とかでもいろいろ、だから日本ってダルビッシュとかいろんな選手がなんか握り方とか投げ方とか出してるじゃないですか。だからそういうのを見ていろいろ試してみて、自分に合うやつをそういうなんか YouTube とかいろんなとこから見てくるのも大事だと思うんです。と、大丈夫ですか？ OK よ。あ、グッペッチ。OK です。就是变化球的出手点，然后怎么握，可以去网络上学，就是看那个可以去网络上看，然后找自己的找自己适合的握法，希望能中68的出手。衣装選手4位指名ドラフト台湾37。おお、バックカット。おお、今のいい、今のいい。40。今のよかったね。上がってきました。グーッと入ってきたな。40。 OK、 チェンジ。はい。
おお、ナイス。オッケー、分かった。下半身の粘りも使えるようになってくれば、もっと腕もしっかり振れるし、非常にね、いい形のピッチャーね、なっていくと思う。若干全体がね、緩いから、もうちょっとキャッチャーの方にね、ぐっとこう、ね、来ていけば、たまにもっと良くなっていく。そう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 、今のも悪くないです。おお、そう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 、下半身さえでバランスよく使っていけば出力もっと上がるから。そうそうそう、今の感じで、今の感じでもうちょっとリリースポイント前だけです。おー、ごペッチ。そう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 、今みたい前に前に回転するんじゃなくて、おー、ごペッチ。めちゃくちゃいいっす。めっちゃいいな。おー、ごペッチ。いや、もうめっちゃいい、めっちゃいいっす。大丈夫、目を閉じた。だから本当にここだけだと思うんですよ、この重心の。うん、他なんか聞きたいことありますか？溜めてるのに足と一緒に体がいってるから、足だけ出すようなイメージで。体残すイメージっていう。でコントロールよく投げなきゃと思うと人間どうしても近づいていっちゃうんで、だからそこをできるだけ我慢して。で最後とかはめっちゃ良かったですよね。あ、じゃあゴッペッチ。今日の感想は、了解自己的身体、然后注意自己的重心移动、然后可以让控球改善更好。是挑战职业或是国外。だから日本の選手で対戦したい、抑えたい選手いますか？森友哉、森友、村上聡吾、村上。いつか対戦できる日を楽しみにしております。ここにね、チーセイブ選手。フォーガーディアンの2指名38、まあ、唯一大学生だったもんね。もう仕上がってたもんね、感じが受けてても。いい、35。ここ何年先大学生です。大学生、唯一の大学生。先発ですか？先発です。おー、ゴッペッチ。いいね、スピンめっちゃ効いてんね。オッケー。しかも左だからね、即戦力になるかもしれない。ガーディアンズでドラフト2位受けるってなかなかないからね、いい機会になった。今だとか角度もあるし、ね、めちゃくちゃいい球だった。オッケー、いいね。オッケー、変化球もめっちゃ良かったんだよ、ね、オッケー。同じ軌道からね、この角度から見るとよく分かる。いいね。16。オッケー。42。いいね。オッケー。
だな。おい、そう。本当に。普段なんか困ることあるんですか。有时候会碰球，碰球，就是比方说，假如身体比较，假如掉线发的话，长局数到后面碰球会比较难去抓一点。それはもう投げてスタミナ作るしかないですよね。この右手めっちゃ大事なんですよ。あれですごい間が取れてるから、なんかバランス悪くなってくると、この右手の間の作るグローブの位置だけ気をつけとけばっていう。だからあとはまあそのもし長いイニング考えると、相手打線だったら大したことないやつもいるじゃないですか。はい、その時にバランス重視で8割ぐらいで抑えていって、このなんか強弱つけていけばちょっと長く投げれると思うんですよね。全部力投じゃなくても。でもリリーフとかだったら抜群に良さそうですけどね。是，嗯，如果丢中继的话，应该就真的很好。哦，good pitch。没看到。这样子。就是有学到，如果身体在疲劳的时候，然后怎么运用上半身去控制，让自己控球比较稳定。就是想提升自己的身体素质，然后就是参加选秀挑战看看的中华职棒。ここからみんなが頑張って台湾球界もね盛り上がっていけば世界の野球も盛り上がっていくし、アジアでねみんなが切磋琢磨しながら、あのみんなが WBC のプレーする頃には僕多分解説者なんで、みんなのプレーを解説するのを楽しみにしてます。じゃあ頑張って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 、ありがとうございました。请订阅李奇的频道。就干脆换。